うつしめの別エンド、今から見ていきます。ジンタンです、よろしくお願いします。本当はね、見ないつもりだったんですが、簡単に見れるということが分かったんで見ていこうと思うよ。色戻して、このね、箱の謎を解いた後だね。この後出た後に追いかけられるイベントあるじゃないですか。その時にね、別のルートに逃げるとね、別のエンドが見れると。しかも俺が前回見たエンドよりいいルートなんじゃねえのという疑惑がありますんで、それをね見ていこうと思いますよ。この後ね、この後追いかけてって1階かな、1階まで登って、その後にね、右下にあったじゃないですか、ここに逃げてくれば私が助けてあげるのになみたいな人玉がね、青い人玉が。だからそれをね、事前に見てたから、あ、ここだと思って、もう迷いなくそこに行ったんですけど、まさかここにね分岐が隠されてるなんて、びっくりでたまげましたね。どうやって見つけたかは聞かないでください。独自のルートでね見つけたんで。あとですね、この子の名前ね、他の方のね動画をちょっと見たんですけどルートがバレたけど、他の方の動画見たんだけど、他の方はね名前をつけるというのが冒頭にあったんですけど、あれかな、バージョン 1.0 だったのかな、 1.1 を俺やったんですよね。 1.01 を、 1.01 だとなんか冒頭のシーンがなくなってるのかな、どうなんだろうか、意図的になのか。冒頭の最初さ、このゲーム始めた時、いきなり目覚めるところから始まったじゃないですか。でもね、他の方の動画ではね、この主人公の巫女服の女の子がなんかバイトに行くところから始まってたんですよね。だから、それもちょっと見たかったなーっていうのもありますが、まあ、それはちょっと置いといて、ね。まあ、もし俺が名前をつけたとしたら、なんて名前つけたんだろうな。ジンコちゃんかな。あ、ちょ、待て、これ、この後、ここ、ほら。人間待て、その部屋に入るな。結局作中入れなかったところ、釘を抜くところとか、南京錠の謎は未だ解けてないです。うん、レイ君大変だよ。名前がないとちょっとね違和感あるもんね。ユービ、ほれ、ちっちゃいの人形が追っかけてきてるわよ。あー、知ってる、なら早く隠れて。これ見て、ほら、なんか冷たい目をしてるレイ君が。レイ君血が、いや、これは俺のじゃないから。かっこいい。じゃあ誰の血？それにそこに倒れてる人、京さんだっけ？待て人間、早くそこから出て行け。あ、姉様、お姉ちゃんなのこれ、みよぎちゃんの。人間め、よくも姉様に傷をつけたな。今ここでお前を殺して元の世界に送りつけてやろうか。暴れんなよ人形、今日刺したのは俺なんだからさ。憎んでるのお前、その顔は、あ、見たことあるぞ。久しぶりだな、みよぎ。やっぱみよぎで合ってますよね、読み方。泳ぎよりみよぎの方が可愛い。で、まだ生きていたのか。おんよぎとか。褒め言葉ありがとう。なんせしぶといのが取り柄なんで。はっ、姉様に追放されたくせに。追放されたの？なんか、下着でも盗んだのかな。追放じゃー！そういえば、なぜ姉様を刺すことができた？お前は私より弱いくせに。れいくん、そんな弱いの？自分でなんか弱い弱い言ってるだけでマジ超強いのかと思ったけど、そうでもないの？もちろん俺はすごく弱い。だからこいつを使ったんだよ。あ、エクスカリバーだ。その剣さっきの拾ったよね。これも結局使わなかったな。ん？八つ剣。かっこいい。そう。じゃ、ん？強者を罰するための剣さ。八つ剣。なぜそんなものが黄泉の国に残っていた？あ、だからといって姉さんを殺すなどあんまりだ。殺したの？じゃあ逆に聞くけど、妹をなぜ殺した？妹？レイ君の？俺だって本当はこんな大ごとにする予定じゃなかった。けどな、俺一人ではここまで来る力を持っていない。だから人間を利用したんだよ。利用された！利用された！まず俺は、よりしろの首を一回切り落とした。その後すぐに落ちないように首に糊をつけた。糊をつけた。そう、誰かが触った時にポロリと落ちるようにね。なんかこのポロリと落ちるシーンもね、あったんですよね、他の方のやつでは。やりたかったな、そのシーンも。そうすれば、絶対お前が怒って人間をこっちに連れてくると思ったんだよ。まさかここまでうまくことが運ぶなんてな。すべて手のひらの上だった、レイ君の。あ、病んでる、レイ君。なんだ？あ、殴った。蹴れ蹴れ。あ、痛い。あ、そうだよな。あんた何もしてないんだ。当然ちゃ当然だな。だって切ったのに、その切られた時はバレなかったのか？くっつけたってノリで。あのね、レイ君、利用した、されたとか関係ないよ。ただね、どんな理由があっても誰かを傷つけちゃダメ。優しすぎる。優しい。天使。は、天使。天使を見た時の顔、こんな顔なんだ。レイ君にとって人間は復讐に使うためだけの道具なの？
それは。それに、お人形さんもダメ。そうやって、力ずくでことを済ましちゃダメだよ。話をもっと聞かないと。天使しかいない。より城に手を出した私が言えることじゃないけど、これじゃ、死んだ妹さんも悲しむだけだよ。お、泣き落とし作戦だぜ。全くもってその通りよ。お、生きてる？姉様。かわいい。わしも血と頭に血が昇ってしもうとった。そう、よう考えてみりゃ、あのよりしろはもうめぎかけとった。いや、めぎれとったんだ。あ、じゃけえあんな形をば持ったばっかしで首が取れたんだ。ダメだ。読めない。それをよう知らんかったわしは、身よぎがよりしろを人間にめぎれたと泣くから力を貸してしもうた。甘いの。下にすまんの。なんと謝りゃええんか。あ、謝らないでください。私も勝手に触ったのがいけないんです。ほんと全然君ダメだよね。普通、祀ってあるもの触る？興味本位だよ。あれだよ。あれみたいな感じだよ。あれみたいな感じ。身よぎ？そがな強く言うな。押したらめっちゃベルが鳴るやつ。学校にあるやつ。なんだっけあれ。はーい。押すなって書いてあるやつ。押すなって言われたら押したいんですよ、人間は。され何時には目玉を返さにはいけんね。消防署が来るやつ。あれなんだっけ？消火栓？消火器？私の瞳を手に入れた。瞳をどうやって持ってたんだろう？ポケットにでも入れてたのかな？綿とかついてそう。それと向こうまで送っちゃりよう。ありがとうございます。あ、でもレイ君は処刑だ。何時が心配することはないんじゃ。向こうにいんじゃら早を忘れることじゃの。さ、送っちゃりよう。気をつけていぬるんよ。これって何なまりなんでしょうね。昔の言葉なのか、それともどっかのね、地方の方言なのか。俺は鳥取なんで、鳥取なまりがたまに出るんですが、あと大阪のなまりも出ます。茶菓子さん制作のね、うつしめでしたね。これがもう一つのエンディングらしいです。エンディング全部で何個あるんでしょうかね。それもちょっと把握してないし、ね、さっきも言ったように、釘で打ち付けてある箱とか、開けてない南京錠とかね。その南京錠を開けるためのね、なんかちぎれた紙みたいなのが1枚手に入れたんだけど、まんまでしたね。いやもうあそこのさ、暗い面がさ、もう怖くてさ、急に来るから、扉切り替えた瞬間に後ろがファー来るから、もう怖くて、もう出たい出たいと思って、もうね、謎を残したまま出ちゃったんで、あそこら辺どうしようかな。もし、そこもできたらやりますね。とりあえず、エンディング解除しないと言ってましたが、このエンディングだけちょっとね、すぐ見れるということだったんで、ちょっと見てみようかなと思って今動画にしてます。ね、生放送でするにはちょっと時間が短いかなと思ったんで、ね、動画も上げていきたいしね。俺動画の人なんで。やっぱり誰もいないか。お！ゆうびちゃん！かわいい。目見えないのかわいいな。ふふ、元気にしてた。ちゃんと、ん？ちゃんチキンと、キチンか。キチンと約束守ってくれ。これもね、名前入力したらね、そこにジンコちゃんとかあるんですけどね。名前入力してないから。あらあら、そんなに泣かないで。ほら、あなたは笑った方が何倍も可愛いのだから。泣いちゃった。あ、なんか兄弟みたいだ。目隠したら。髪黒いけど。ごめん。でも、ずっと会いたかった。ずる。鼻水出てるよ。拭いてあげたい。ありがとう。でも、今日はあなたに伝えたいことがあって来たのだから。あ、告白ですね。その、あれから、黄泉の国では大騒ぎだったのよ。支配者を殺そうと、二度も反逆した霊を生かすかどうかね。二度も。それで結果は？結果を言ってしまうと、殺されていないわ。よかった。ただ、生かす代わりに霊はどこか遠いところに幽閉された。島流しだ。今、みんな落ち着いて、元の生活に戻りつつある。霊君大丈夫なのかな？グッドエンドだと霊君はあれなのかな？幽閉されないのかな？霊君もここにいるみたいな。左になんかスペースあるもんね。三人で佇むみたいな。そっか。それじゃ、伝えることは伝えたので、要は帰る。体を壊さないように気をつけてね。名前、ありがとう。何か伝えたいことはある？レイ君のことどう思ってんの？それじゃあ。お？え？あー、終わってしまった。いいところで。くそ。なんて言おうとしたんだ。俺というものがありながらレイ君になびくのか。くそ。そう、終わってしまいました。おまけ部屋はね、できないので、やりません。プレイしていただきありがとうございました。これは何エンドなんだろうな。これトゥルー。でもトゥルーじゃないよな。謎残ってるもんな、まだ。なのでね、そのエンディングはね、
多分しないと思います。なのでみんなでやってください。フリームにね、ありますんで、すごいですよ。ただでできちゃいますからね。いい時代ですよ。フリーム。よくね、活用させてもらってます。いろんなゲームいっぱいありますんでね。ホラーゲーム。ホラーゲーム大好きなんで、これからもやっていく予定です。はい。うつしめのね、エンド回収でした。お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとう。次の作品でお会いしましょう。